皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの井野啓二です。今日のバレエに役立つテーマは踊ってるとどうして私前ももばっかり張って太くなっちゃうんだろう、どうしてかな、というお話です。前ももをですね、張ってしまうんですっていうですね、すごくお悩みが多いわけですよ。で、どうしたら前ももが張らないで踊れるようになるんですかっていうことを、よく聞かれるんですね。で、前ももをですね、なんかできるだけ使わないように、こう、プルプルのね、プルプルの状態にして、踊ろうとされている方がいらっしゃるんですけども、まず最初にですね、言っておきたいのは、前ももは絶対に使います。絶対に使います。しかもですね、かなりのレベルで使います。なので、ある意味では、張らずに、そこの前ももが疲れずに踊るっていうのは、絶対に不可能です。まず、ここの部分をしっかりと押さえといていただきたい。で、私が思うに、なんで、前ももが、使っちゃいけない、張っちゃいけない、みたいな、ことが、こう、広まったのか、というのをですね、考えてみると、多分ね、骨盤のコントロールだと思うんですよ。皆さんちょっと実験していただきたいんですけれども、こう普通に立つじゃないですか。で、自分のこう、まっすぐこう立っている状態だったら、まあそんなに張ってないと思うんですよ。で、その状態でまあ、軽くターンアウトをしてみる。軽くね、軽く。見えるかな？足元映ってる？で、とりあえず軽くターンアウトしてみると。で、軽くターンアウトしてる状態だったらそこまで張らないと思うんですね。自分が楽に、すごい楽にできるとこ。で、なんかそこのなんか桃感で踊ろうとするんですが、これは無理です。で、この骨盤、この骨盤ありますね。で、この骨盤を思いっきり、これを後ろにこう倒してみてもらいます？こうやって。こちらにこうして。ちょっとなんか膝がちょっと曲がってくるみたいな。ぐらい、こうやってしてあげると、ここ張りませんか？張りますよね、これ。要はですね、前ももが、私の、こう、クライアントを見てきた中で、一番多い前ももの張る原因がですね、原因そのものが前ももというよりかは、骨盤のコントロールがうまくいってなくって、この前ももが張ってるっていう状態を作ってる人が非常に多いという現実です。実際ロシアのバレエとか、我が野はバレエ学校とかね、そういうロシアのその教本の中にも足をこう上げたりするとか、プリエするときのあそこに何を鍛えるかって、太ももを鍛えるって書いてあるんですよ。太ももを鍛えるためのエクササイズでプリエだ、フォンデュだ、こう足上げてくるルルベランダって書いてあるんですよ。だから太ももは使うんです。ただし、それがすごく負担を無駄にかけるような骨盤の位置、前もも筋肉、一部がこの骨盤にくっついてるんで、骨盤が変な風に行くとですね、ここがめちゃくちゃ負担がかかるんですよ。なので、デブロッペとかプリエとかで負担をかけるって言っても、ほんの数秒じゃないですか。こう、ね、ほんの数秒ですよ。足上げるって言っても。そんなレベルで負担をかけてもですね、そうそう太くはならないんですよ。そんなにね、太くなるの簡単じゃないんです。これで太くなるんだったら、ボディービルダーの人とか喜んでやりますよ。こういうエクササイズ、プリエとかね、デブロッペとか。でもそうじゃないんですよ。ここの骨盤が変な形になって、これがずっと張った状態で90分レッスンを受けてたら確かにそれは太くなるでしょうねってぐらいな負担が来るんです。なので、ここの骨盤が、ちょっと直される必要が
あるんですよ。で、特に、反り腰って注意される方で、こう、私反り腰なんです、つって。で、そういう方が無理にこいつをこうやってそれをこうまっすぐにしようとしてもう結構通り過ぎちゃってるようなぐらいこう頑張って頑張って使いすぎた結果、ここの前ももが張っちゃってるっていうケースが非常に多いです。で、本当はバレエだったら、まっすぐ使いたい。この骨盤がね、まっすぐ使いたい。でも、これが、大人の人とか特に、普段生活習慣とかで、これがこうやって倒れちゃってる人。確かにこれをまっすぐに戻したいんですけど、それを無理して、前ももにがなんかすげえ張ってくるなっていう人は、現段階のあなたの体の、使い方で、それはやりすぎです。それはですね、もうちょっと、ゆっくり直すように、した方がいいです。で、ついでにこれがこうなって、こうなるってことは、体幹周りも弱いです。この辺も。で、しっかりと、ここの体幹周りが、体幹が全てではないんですが、この体幹周りが弱すぎると、この骨盤、この体幹の腸、こう、ちょうどこう支えている部分が安定しにくいので、当然、ここのコントロールもおかしくなって、で、ここがグワングワンしてる分、それでもどっかで立たなきゃいけないわけじゃないですか。そうすると、こっちに、ここしかないっていう状態で使ってしまうと。そうすると、まあ、太くなるよね、と。だから足をいかに力を抜くっていうよりかは、そこの、ここに負担をかけないために、その上にある奴ら、をどう鍛えていくかっていうのがですね、大事になるんですよ。なので、まずはちょっとこの自分のここの足のね、力が入れなくてもいいってところはどこなのかっていうのを探していって、で、それが仮に反り腰だったとしたら、それをどうす、ちょっとずつここに負担がかからない範囲で少しずつ直していくというのが私のおすすめです。で、バレエの先生は反ってる反ってるって、基本的にバレエの先生って0か100なんですよ。大人を教えてる、専門で教えている先生ってあんまりいなくて、子供をね、プロにするために教えている人がやっぱり圧倒的に多いんで、その、こうなってるのが悪だと。もう絶対にあかんと。いうところで、その理想を大人に無理やり押し付けてくる人も結構多いので、そういう人はですね、ちょっと気をつけていただきたいんですが、なるべく自分の、この、負担のかからないところで、急には治らないです、これ。なので、少しずつ、治していくっていうのをですね、おすすめします。で、ちょっと矛盾するようなんですけれども、もちろん骨盤のこれね、形が悪くて、ここに無駄な負担をかけると。ただ、前ももは張るっていう人の、もう一つの一番大きな原因としては、前ももが弱すぎるっていうのがあるんですよ。え？前ももが弱い？そりゃそうですよね。なんか、いつまでもプルプル、ここを使わないように使わないようにつって踊ってるんですから、強くなるわけがないんですけど、弱すぎるんですよ。で、筋肉って弱すぎるとすぐ固まります。皆さん、すごく踊ったことがあるとか、すごく運動したっていう後とか、めっちゃリハーサルが長かったとか、もしくはマラソン大会ですごい長距離走った時って、運動して体が温まってるはずなのに、すっごい体が硬く感じたことってないですか？ちょっとウォームアップしたら、すごくね、柔らかくなるのに、それを超えてすっごい運動した後ってめっちゃ硬くなるっていう感覚、なんかすごい縮んでるって感覚を持ったことがあると思うんですよ。つまりですね、筋肉ってバテると縮むんですよ。
バテると縮むんで、弱い筋肉はすぐバテて張るんです。なので、骨盤が、ここのちゃんとね、こうしてるっていうのはもちろんなんですけど、前ももは前ももでですね、ちゃんと鍛えた方が、いいです。で、これを言うとですね、よく言われるんですよ。こんなに太いのに、私の足、こんなに太いのに、弱いんですかって言われたりするんですけど、足の太さと足の強さは全くの別物でございます。昔ね、この画像、ちょっとどっか行っちゃったんですけど、昔同じ足の太さのダンサー、女性のね、ダンサーで、同じ足の太さなのに、片方はすごくジャンプができるっていう女の子で、で、もう一人は、なんか全然飛べないっていう女の子がいたんですよ。で、その二人がなんで飛べないのかっていうので、CT スキャンですかね。この筋肉の分布図をですね、輪切りにしてね、写真を撮ったんですよ。で、その画像を比べた結果、飛べる方の女の子の足にはすごいこう中に筋肉がこう入ってるわけですよ。でも飛べない方の女の子の足は足の太さが同じなんですけど、筋肉がね、中の筋肉がめちゃくちゃ細かったんですよ。じゃあ、太さは、その太さは何って言ったら大体脂肪だったんですね。なので、足の太さと強さはまた別です。で、その足が使ってない、全然使われてないってゆえに、ここに、妙なですね、脂肪云々がこうやってちゃんと動かしてないからね、が溜まって無駄に太くなっているのかもしれない。で、とにかく足は鍛えた方がいいです。じゃあ分かりました。じゃあどうやって鍛えればいいんですかっていう方は、とりあえず腹筋数してみましょう。壁に、背中をつけて、で、足45度ぐらいに前に出します。で、足の幅は骨盤幅で、で、肩つける、で、背骨ちゃんとつける、で、この腰の部分に計1枚分の隙間が空いてます。で、その状態で、これもちろん骨盤まっすぐね、これ骨盤こう、こっちに傾く、後ろに傾いたりしちゃダメですよ。このまっすぐのこの三角形、前に言いましたね、この骨盤がまっすぐになってる、この三角形。この三角形をまっすぐにしたまま降りてきて90度まで来ます。で、この時も骨盤動いちゃダメです。で、この状態で、じーっとしてください。2分くらいじーっとしてください。これだけです。これがですね、プリエとか、フォンデュとか、した時に、しっかりと足の関節を曲げて自分の体重を受け止めてくるっていう、足の筋肉を鍛えます。これが30秒ぐらいで、ああもう半分無理もう無理っていう人は弱すぎます。それは弱いですよ。今体重を半分後ろに壁に逃がしている状態で、両足を使って30秒も耐えられない筋力っていうのはさすがに弱いです。まずは1分、まあ、2分くらいやってみるといいと思います。で、これはですね、前もものスタミナを、養うエクササイズなので、これで太くはなりません。これはですね、足を太くするためには強度が弱すぎるエクササイズなんですよ。足を太くするためには筋肉でね、ボディービルダーみたいに筋肉で太くするためにはもっともっと、きつい負荷が必要です。もし万が一、本当にこのエクササイズで、足が太くなるようなことがあれば、それは、足が細すぎます。細すぎて筋肉が弱すぎて、もうっていうもうガリガリのね、筋肉が細すぎて、これをやった結果、太くなるっていうのであれば、これはバレエをやる上で最低限の筋力がないので、しっかりとですね、ここの、前ももをつけて
行くっていうのをおすすめします。バレエダンサーはモデルではないので細ければいいってもんじゃないんですよ。踊れなきゃいけないんで筋力は必要です。そして筋力と足の太さはまた別物です、ということをちょっと今日はですね覚えていただきたいと思います。さていかがだったでしょうか。前ももがねなんで張るのか、なんで太くなっちゃうのかみたいなことを、ちょっと解説させていただきました。お役に立てれば幸いでございます。ということで、このような形でですねバレエに役立つブログなども書いておりますので、こちらよかったらそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録で、一緒にバレエに詳しくなっていきましょう。ということで皆さん幸せなハッピーバレーライフ。